日本統治時代の台湾台南州台南市、台南水道中華民国文化部台湾の戸籍、国定戸籍台南市三条区、旧台南水道台湾の観光地、交通部観光局西平社下宮尾国家風景区、旧台南水道台南市政府文化局、三条花園水道博物館旧台南水道、または、三条水源地は台湾台南市三条区にある、 日本統治時代に供用された取水場と浄水場、現在は国定古籍となっている。1895年より日本の統治が始まると水道インフラ整備は台湾総督府における衛生事業の一部となった。旧台南水道は祖文系から当時の台南市域に良質な飲料水を供給するためのもので1912年に 台湾総督府が帝国議会での予算承認を経て10万人分の供給能力を持つ浄水道建設が始まった。水源地は、王子の弁工室、浄水機室や送水、浄水施設、発電室が現存されているほか、設計、建設に従事した日本人技師、浜野八郎の像、皇太子時代の広日と新能が植樹した琉球町や、 老樹数十本が残されている。豊かな生態系が維持されている園内は、水源地区と浄水地区に2分され、総面積567,801.25平方メートルに及ぶ。水源地区は367,124.25平方メートル、浄水地区は20,677平方メートル。建築物や空間が持つ多くの特色は、 当時の水道インフラの施設や日本統治時代における公衆衛生事業の近代化過程を知ることができる教育施設としての機能も持ち合わせている。日本統治時代の1897年に台湾総督衛生顧問となったスコットランド人を雇い儀士のウィリアム・ケイ・バートンと女子としてバートンの東京帝国大学講師時代に教え子だった日本人土木技士の浜野八郎が 台湾主要都市で、風土病や伝染病を予防すべく、上下水道インフラ整備のため各地の整備計画に従事し、台南でも水源、水質、実地調査が行われ、急速ろ下方式による建設を受信した。1912年、第28回帝国議会で、台湾総督府の予算案が承認され、263万円の事業費を投じて事業が始動した。 当初の後期は4年だったが第一次世界大戦の影響で資材価格が高騰、予算が433万円に増額、後期も7年に延期されて1922年に春工。10月31日に水の供給を開始した。計画供給能力は10万人で、当時の台南州台南市の人口8万人を賄うには十分だった。第二次世界大戦後に、 中華民国政府統治下となると、1949年に台南市地雷水管理所となる。戦前に城内に設置されていた日本人専用ゴルフ場は台南県政府管理下で撤去され、三条病保として使われている。カラス山頭水子や素分水庫を水源とする、取水、排水量増加に伴いガーツポンプ室や排水管が1952年に増設され、 1965年7月に、深井叩き浄水省が完成すると、設備が古い当初からの機能移転がなされた。1974年に、台湾地雷水港次第6区管理所管轄となり、1982年まで、現役で稼働を続けた。文化資産2001年、現、文化部の前身となる、行政院文化建設委員会で、台湾歴史建築百景に選定。 2002年11月25日に当時の台南県の県定戸籍として登録され、2005年9月に内政部指定の国定戸籍へ格上げされた。2007年に2期にわたる修復計画が始動、しかし所有する旧台南市、施設管理の地雷遂行士との調整がつかず、本格的な再生事業は2010年末の台南県市合併と直轄市障核をまたねば、 ならなかった。2011年に第1期の修復が完了し、浄水地エリアの見学が可能となった。2010年、日本の土木学会戦用土木遺産にリスト入りした。2014年9月4日、台湾地雷水工師が建築物の財産権を台南市政府に寄贈。市は予算編成を経て修復、保存に着手。 2016年2月の台湾南部地震で水源地の建築物が被害を受けたが再始動した修復計画を経て2019年秋に博物館として再生される。旧台南水道、浜野八郎蔵三上奥山、上里16号の祖文系南岸。面積は約22ヘクタール。飲料水の水源として長年開発が規制されてきたため、 手つかずの自然が残り、様々な動物、昆虫にとっての絶好の生息地となっている。水源地の正門には、台南水道設計に携わった、浜野八郎の像があり、浜野の台湾に対する貢献をしのぶことができる。密林区台南水道最北端に位置し、素文系砂岩に面している。取水口に近いため開発が禁じられ生態系が維持、されている。そのためここでは、 つぐろみぞ萌い、モーズ、ホタル、蝶などの動物、沖サ、レ蓮などの植物を鑑賞することができる。博物館、区2016年3月に水源地の修復と博物館しての再生を図る第2期の事業が始動、2018年末に博物館としてリニューアルオープンする予定だったが、入札部長が重なったため、2019年10月10日に、 山上花園の水道博物館として開館。地雷水博物館としては、台北市の旧台北水道に次いで、国内に例目となる。急速露化室は、イギリス済みによる赤レンガの西洋建築。壁体内部は、暴行で補強されているため、幾度かの災害を経ても、現状を止めている。室内は14基のドイツ製急速露化層が、配置されている。L 字型で、 建築面積は約1310平方メートルのレンガ平屋建て。建築面積は約510平方メートルの平屋建て。内部はレンガ、外部は鉄筋コンクリートの量と柱が用いられている。屋根は木造。建築面積は約102平方メートルの地上1階、地下1階。1952年に増築された木造建築物。 対南水道実地調査時に部下だった八田余一は浜野の功績を称えようと対南水道の山上水源地に銅像を設置を呼びかけ1921年に建立されたが第二次世界大戦中に金属教室令により撤去されているその後水源地を訪問した対南の実業家で厳実業創業者の巨分流は像の不在を嘆き浜野の郷像を制作 水源地に寄贈している。三上花園の水源地内最南端の公園。約12.7ヘクタール。正門と駐車場を備える。常日の皇太子による食事はここで行われた。戦前はゴルフ場。戦後は病保。2016年に台南市政府農業局により三上花園となった。宿尺水源地区南西角にあり。 敷地全体は1.3ヘクタールで3棟の職員宿舎があった。現在修復工事中、駐車場が併設されている。土で覆われ、植樹された浄水池の地上面は中鉄製の通気管が整然と廃されている。中鉄製の通気管、別名、山小板岳浄水池とも、三条区新城里新城59-18号の小高い丘にあり、 水源地からは約1キロメートル離れている。面積は約20ヘクタール2013年に修復工事が完了した。川堀が生息し、その生態を見学するガイドツアーが有料で開催されている。2011年から一般開放され見学が可能。漁水機質1922年春工の赤レンガと鉄筋コンクリート混合建築。 24平方メートルの平屋建て。旅客市準中心として使われている。浄水地質1952年に増強された施設。地下に65メートル X28 メートル X 深さ5メートル、1820立方メートルの水槽がある。屋外の外周は、天然石と人造石の2種を組み合わせた塀で囲われ、当地化形状の中鉄製通気管が、 地表から露出している。清水池室自体の建物はそれほど大きくはない。現在は川堀生態保育室として使われている。山上花園の水道博物館に関するカテゴリー。ありがとうございます。